県内で火事が相次ぐ中、防火意識を高めてもらおうと、新潟市で今日、消防職員や地元の消防団による防火パレードが行われました。市内では今年、すでに去年を上回る134件の火事が発生。このうちストーブを原因とする火事は11件あり、去年の倍以上となっています。石油ストーブに給油する際には、必ず石油ストーブ本体が冷めて冷たくなってから慎重に行っていただけますようにお願いいたします。消防はこれからの時期は特にストーブ火災に注意するよう呼びかけています。